調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍する方々にお話を伺います。かっこいい父ちゃんになるを合言葉に結成された現役の大工さん3人組の03バンド、本日は03バンドの皆さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日は普段お仕事をされている現場からお送りいたします。03バンドの皆さん、こんにちは。こんにちは。本日はどうぞよろしくお願いいたします。まずはじめにメンバー紹介お一人ずつお願いします。はいはい、ボーカルの古澤翔一です。ドラムのワクワク新井康成です。はい、ベースの相澤圭介です。現在は3人とも現役の大工さんということですが、はいはい、どうしてバンドを組むことになったんでしょうか。4年ぐらい前ですかね。自分がオラホ千賀祭りに息子と当時小学校1年ぐらいだったんですけど、はい、見に行って、その時にまあバンドがやってて、で息子にね、このステージに父さん立ってたらどう思うって言ったら、聞いてみたらかっこいいからやってって言われたのがきっかけで、はい、で若い頃、まあ、この2人がバンドをやってまして、いつかじいさんになったらもう一回やろうねみたいなことを言ってたのを思い出して、でまあ彼も、若い頃バンドをやってたっていうのを知ってたんで、でできるなって思って、まあそれがきっかけといえばきっかけですね。はい、まあでもそう簡単ではなくて、はい、まあ家庭のことがあって仕事があってなおかつバンドやるっていうのはまあ無理だろうと、だからまあ無理かなと、うん、でこの2人が特に何でも熱くなって真剣になっちゃうんで、はい、これは無理だなって最初諦めてたんですけど、いろんなところで助けてくれるというか背中を押してくれる仲間とか諸先輩がいて、それでやってみようとで、うん、始まりました。はい、いつか、まあ、今4年前ということだったんですけど、はい、まあ、すぐにじゃあやろうっていうことになってもなかなかね、4ヶ月ぐらい悩んだよね。悩んだ家族と話して、うん、会社来て仕事が終わってできるかどうか、家帰ってやっていいかみたいな、本当に4ヶ月ぐらい真剣に話して、うん、まあ活動しだしたっていう感じですよね。普段の仕事より真剣だった仕事も真剣だった。その活動するっていう話を聞いた時は相澤さんいかがでした？いや、どこまでできるかなっていうのは正直思ってましたね。うん、やっぱり仕事で昼間あれだけ叩いてると夜持つかなとか、練習時間っていうのが夜に限られてくると思うんで、そうでしょうね。そういう中でどう折り合いをつけていくのかなっていうのは難しかったですね。4年経ってみて今は少しは慣れてきましたか、その時間の取り方という。いや、だいぶでも話し合いで3人でこう割り振りしながら、まあ社長納得してないみたいですけど、ですね。上手に両立しながらというところですかね。うん、はい、2枚目のシングル「ラプソディ」がテレビ朝日『じゅん散歩』のエンディング曲に選ばれたんですけど、その時の、はいはい、2月3月ですね、はい、その時の感想っていかがですか？もう飛び上がりましたそうですよね、はい、ちょうど事務所の社長から電話いただいた時、風呂入ってたんですけど、はい、肌が出てましたからねこの電話は絶対そうだっていうなんか予感があって、すっぱだかの浴室から出て、はい、電話出てしたらやっぱりそうだったんです、ね、決まったよってすっぱだかで万歳しました。はい、嬉しいですよねどうでしたか？いや、もう本当倒れるんじゃないかっていうか、まさかね、うん、割とデビューさせていただいてから割とこう早いサイクルでそう決まってったんで、ありえないなと思って本当嬉しかったですよ。そうですよね、はい、ですね。でしたか？本当嘘じゃないのかと思いましたもん。もびっくりして本当にありがたい話で、まさかあの高田純次さんの、そうです ね、同じ調布だからね、国領出身の先輩ですよね、はい、調布の先輩。びっくりしました。でもとってもなんか散歩のシーンにもこう合ってて、私も時々じゅん散歩見ますけれど、2月3月、はい、はい、しっくりくるなと思って聞いてました。ありがとうございます。デビュー曲の夕焼けの歌は、はい、これは作詞は03バンド、作曲古澤さんで、はい、2枚目のラプソディは3月14日に発売になってますけれども、はい、これは作詞作曲ともに古澤さんということで、
まあ、このどういう思いを込めて作られたのかなっていうか、まあ、曲作り、曲作りに関して、まあ、ラプソディはもうあのいわゆる日本の男の人っていうのは割とその愛情表現とかが下手じゃないですか。でも気持ちがないわけじゃなくて、はい、感謝とかそういうのをあの愛してるとかその好きだっていう言葉を使わずしてなんとか気持ちを伝えたいなと思って書いた曲です。とってもストレートでこうクスッともなるし、ロマンチックだなと思って情景が浮かんでくるし、ロマンチストですから。そうですよね、はい、なわけねえかすごい素敵な詩だなと思って聞かせていただいたんですけれども、まあ普段大工さんとしてたくさんの人に出会ったり、またまあ住宅もあり、またいろんな特殊な作業もあるとは思うんですけれども、そうした仕事が歌に影響するっていう、あのファーストの夕焼けの歌は割とそういうのはなんていうかな、気持ちは込めたつもりですね、やっぱり、はい。ラプソディはどうですか、やっぱ自分の思いがあそこには載ってますか。まあ半分フィクション半分ノンフィクションみたいな、うん、まあなあそんなノンフィクションって言っちゃったら恥ずかしいでしょやっぱりそうですね。でもなんかこう結婚記念日とかね、うん、なんかそういった時に奥さんがもらうと、あでもあのとってもキュンとして嬉しいと思います。原曲ができた時に、はい、奥さんに聞いてもらった時はすごい喜んでくれました、うん、そうですか、そうですよね、なんかそういうプレゼントもいいかななんて思ったりもします。安上がりでしたねそんなことはないんですがでも今皆さん、まあ、昼間は一緒に大工さんとして仕事をされて、うん、まあ、夜はまあプロのミュージシャンということで、もう大変お忙しいと思うんですけれども、まあ、先ほども時間の、ね、やりくりというようなことがありましたけど、うん、まあ、ご苦労なことであったり、まあ、でも楽しいなって思うことであったりありますか、うん、そうですね、楽しいは楽しいですけど、うん、年が年なんで体がねよくつるかなっていう、やっぱり昼仕事してリハーサル夜、はい、まあ、3、4時間やるんですけど、うん、もうだんだんやっぱ体が動かなくなってくるっていうか、でもまあできるだけ嬉しいなっていうか、うん、幸せな気分は味わってます。そっちの方がやっぱり上ですよね、はい、そうですか。古澤さんいかがですか。もう50過ぎてるんで、はい、本当に疲れが出ます。もうリアルに朝大変です、はい、起きに一番あれ来るもんね、ボーカルはね。で歌うと、もうだからもうリハーサルが終わると大体この横隔膜がつりそうになってこの筋肉痛がまた翌日翌々日に思いっきり来るんで、ですね体力との勝負ってところもありますか、はい、もう本当そうです、うん。僕はですね、やっぱ大きい音をなかなか出すっていう機会がまずみんなないと思うんですよ、はい、でやりたくても家でやっぱヘッドホンつけてちっちゃい音でやるとかなんですけど、はい、やっぱみんなでこうやって大きい音でドンってできる楽しさっていうのをすごく感じてます、うん、そうですね、はい、普段なかなかできることではないですよね。そうですね、大きな音、はい、思いっきり、まあ、ストレス発散にもなりますか。そうですねチクチク言われますけどよく間違えるもんな本当に音楽も仕事もよく間違えてくれるからまあこんな感じですね。そうですか、はい、でも歌っててよかったなと思う瞬間ってありますか。いやそれは毎回やっぱ感じます、毎回、うん、ね、やっててだんだんやっぱりバンドって良くなってくるんで、はい、やればやるほど、ああいいな、いいなって毎回なんかちょっとずつですけど固まってきてるっていう楽しさはありますね、うん、なるほどね、はい、あの飲み屋さんで、はい、まあ、よく飲み行くんですけど、はい、そこで仲間とかがね夕焼けとかラプソディ歌ってくれるとすんごい嬉しいですよ。そうですね、はい、カラオケにで発信されるようになった時は本当嬉しかったですね、うんうん、なるほど。どんな時てかカラオケに入ってるって実感がまずなかったんで、初めて見た時は本当感動しました。そうですよね、あ03番で古澤翔一って出たと思って前澤圭介って出なかった。でも本当にびっくりしますよ、どこ行ってもあのカラオケ入れるとこう、ね、名前と曲と流れるんで。そうですよね、嬉しいですね。そう、仕事で全国割と行くんで、はい、で行くと仕事終わった後飲み屋さん行って飲んだりするところでも、うん、各地でやっぱ03当然なんだけど入ってるんで、はい、あの瞬間はたまらないですね、うん、本当に、うん、そうですね。
まあ、そうやって全国にまたこうね広がっていって、はい、っていうのが嬉しいですよね。嬉しいですね。また調布からもいろいろ発信してください、これからも。はいはい。であの、まあ、そもそもこの大工さんっていうお仕事なんですけれども、はい、大工さんになろうと思われた理由っていうのはありますか？まあ、それは自分ですね、結局、うん、あの親父があの緑ヶ丘の方で大工をやってて、はい、まあまあ今でもやってはいるんですけど、で後継ぎになるというか、まあ後継ぐんだろうなっていうのはなんとなく中学ぐらいの時から思ってたんで、でまあその通りになって、うん、でまあ知り合いからちょっと預かってくれと、就職できなかったんだよね、お前大学の時は。就職活動全くしなかったんで何もしないでフラフラしてたもん。しなかったとできなかったは違うんだけどね、全く違うね。あとお前は何だっけ。僕は3ヶ月だったんですけども、はい、割とずっといますね。昔やってた仕事がダメになってそうですよ、アルバイトさせてくれって、はいはい、でバイトでちょっともう仕事なくて3ヶ月だけ使ってくれないって言ったら、この男がまた熱いいい男なんですよ、はい、気がついたらもうね、かわいい。3ヶ月で辞めてもらう予定だったんですよね。はい、それが、はい、それはもう8年目、7年目、はい、まあ大工としてはまだまだです、はい、今第2ぐらいですか、ね、第2ぐらいですね。でも大工さんはやっててやっぱやりがいありますか。ありますあります。やっぱり音楽と一緒で作っていく、作り上げるっていくいうのがやっぱ好きなんでしょうね、はい、まだまだですけど教えてもらいながら、うん、だんだん楽しくやらせていただいてます、はい、どんなお仕事っていうか、まあ、大工さんにも幅がいろいろあると思うんですけど、もう普通に住宅店舗、はい、もやりますけど、今一番ちょっと多いのはあのサウナを、スポーツクラブであるとか、はい、ホテル、あとスパ、はい、あのスーパー銭湯とかいろいろあるんですけど、のあのサウナを主に作るのをやってまして、うん、今ちょっと忙しすぎてもそればっかりですね、ほとんど。はい、なんでさっきおっしゃったように全国っていうことなんですね。はい、あのスポーツクラブとか、要するに全国どこでも大きいところってあのスパが充実してて、大体サウナがあって、でサウナを作ってる大工さんってすんごい極端に少ないんですよ。あ、そうなんですね、はい、いいところ目につけたなと。お忙しいですね。はい、忙しいですね。まあとお三人は調布にお住まいということなので、はいはい、調布市民ということなんですけれども、はい、これからまたこの調布という町、地域でも、はい、まあ、これまでもいろいろ活動はされていると思うんですが、これからもどのような関わりというか活動していきたいなって思われますか。まあ活動っていうと何だろうな、活動、まあ、胸張って調布、うん、ああそうね、うんまあ、いろんなとこに機会があるんで、うん、そこでね、はい、調布っていう街を知ってもらうということにもつながるとは思うんですよね。そうですね、うん、親善大使もやるの。そんなのもそれ多い。そんな高田純次さんとね、はい、どうにかねそういうのができたらそうですね、いいですね、調布ということでね、はい、うん、あの03バンドとしてのこれからの夢っていうのはありますか。はい、あります、うん、お前はいいよ俺いいんだ俺いいんだいや本当少しでも認知されて、うん、有名になりたいっていうのは本音です、はい、じゃあ個人的にお夢を聞きしましょうか。新井さんの夢って、はい、僕はもうちゃんともう一貫して変わんないですけど、まあ「ミュージックステーション」出て、はい、紅白出て、はい、グリーンホールでやって、はい、アジスタでやる。すいません、はい、すいません、本当すいません、ビッグマウスですいません、本当すいません、もういつもこれなんです、はい、言ってないと近づいてこないんで。そうですね、はい、黒沢さんはいや、もうコツコツ。何言ってんだよ何言ってんだよえ、もう謙虚の塊だからね。謙虚じゃないみたいな、はい、いやでも本当にみんなに知ってもらえるように、うん、はい、はい、ですね。そうですね、黒沢さんの夢は。僕はまず調布の皆さんに知っていただきたいですね。うん、こういうバンドがいてこういう仕事をしてる人たちが同じ調布にいるんだっていうのを知ってもらって、どんどん広がっていってくれたらなと思ってます。そうですね、はい、まあ、でもこれからの本当にあの03バンド活躍、はいはい、楽しみにしてますし目が離せないので、はい、頑張っていただきたいと思います。そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。あの今後の予定とかそういうのは
03バンドのホームページとかで随時アップしていただけるんでしょうかね、はい、じゃあそちらを参考にしていただければと思います、はい、最後に古澤さんの背中を押してくれた息子さんなんですけど、はい、今なんておっしゃってるんですか。今はまだ売れてないんで、はい、学校でも絶対言わないって言ってます。はい、でも応援はしてくれてるんですね。まあ、そうですね、子供がやっぱり一番のファンですね、うん、毎日のように聞いてくれますからね。そうですか、はい、またやる気が出ますね。嬉しいですねやっぱり、はい、はい、いつまでもかっこいいお父ちゃんということで、これからも魅力ある03バンドでいてください、はい、これからのますますのご活躍を楽しみにしています。ありがとうございます。ありがとうございました。本日の調布ワクワクステーションは、じゅん散歩のエンディングを歌っていらっしゃった03バンドの3人、古澤翔一さん、新井康則さん、相澤圭介さんをお迎えしてお送りしました。お話を伺ったのは峰田理香子でした。ありがとうございました。いかがでしたか。この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。これからも調布で活躍される方々にお話を伺ってまいりますので、どうぞお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。